さあ、というわけで2回目やっていきましょう。岡本信彦です。いや、声優の岡本信彦ですと。いや、ここ離れましょう。うん、これなんでかっていうとね、まあちょっとドキドキしてますけど、来やすいんだよね。うん、ね、そう、追っては来ないで、ちょっとね戻りにくいんで、ここでやりましょう。うん、ハンターなんだろうね。というわけでね、これがねやっぱなかなか難しいよね。さあ、ハンターが近くにいる。おー、でも誰も見つかってないですね。あ、そうそう、前ちょっとね、単行者推しなんですねっていろんな人からこうブログでも言われたんですけど、そうな、あ、大丈夫かな。はい、調光師だから大丈夫だよね。いや、調光師でも本来は香水がね、肝なんで、一発当たるときついっすよね。で、なんで、単行者かっていうと、やっぱ伝説級ワンピックになると、結局まあ占い師か技師がバーンされて、やる気はないんですよ。はい、しょうがないよね、これね。まじしょうがないよね、やっぱね。でもよく持った方でね、1個終わりそうだし。てか俺が遅いだけか。さあ、というわけで助けに行きましょう。もうこれ絶対見つかってんだよな。どうしようかな。え、あっち行くの？これもしかして、いや、無理だわ、これ無理だわ。時間をた、あー、待てない。押せない。なんで押せない。あ、ごめん、超高しちゃん、今のは俺が悪かった。いやね、親指がね、なんかね、押してもちょっとね、なんだろう、油かな、油が手に汗握ってないのかな、まだ。なんでだろう。ちょっとね、最近あるんですよね。これね、救助ミスと。あ、いや、ミスでもないですけど、あんまり良くないですね。壁にならないと意味ないんで。あ、で、何言おうとしたんだっけ。忘れちゃった。まあ、いっか。助けてくれる？大丈夫かな？いけるかな？そうだね、そう。あ、そう、こういう時もそうなんだけど、やっぱね、36じゃないと、危機一髪ないときついと思ってて、基本的には。あれ強いんですよね。そう、ういし、きついんですよ、あれ。上空にいる時に、落下の、落下パンチ。落下パンチが、ほぼほぼ、硬直なしで次の攻撃に移せるんで、あれが強いんだよね。しょうがないよね。救助ミスもしょうがない。で、何が言いたいかっていうと、3級でもどうせ逃げれないんだよね。結構上手くないと。だから、皆さんは36推奨っすね。単行者3級がいいですよってコメントくださった方いらっしゃるんですけど、3級だとね、大荷物の可能性がね、こうなってくると。いけるかな。ナイス。俺の方も貸そう。俺の方。そう、俺の方。何でもいいから俺の方。そう。とにかく俺の方。よし、オッケー。そう。俺の方。とにかく、皆さんね、やべ、超地ライプしたじゃん、これ。皆さん、充電はこまめにね。そう、充電器ね、差しながらやるのちょっと嫌だなってことで、してなかった僕が悪いですね、今ね。やっちまったな。あれでも、あれ取らない？ワンチャンあるぞ。サイシちゃんが、そこで、解読をしてくれるわ。いける。ナイス。いいね。硬直。で、これで、ジュジュチュチが、ジュジュチュチを、
すらしちゃいけないんで、これちょっと一回戻ろう。戻ろう。で、もう殴らせよ。で、俺の方を起こさせよ。俺の方を起こさせて、ジュジュ父にはちょっと逃げてもらって、で、そうそうそう。オッケー。あ、違うな。オッケーじゃないな。これあっち行ったら意味ないじゃん。俺もう、あれ釣ってくれる？あ、そう。想定通り。うん。想定通り。あー、ちょっと待って。ジュジュチュチちゃん？多分ね、もうちょっと遠く行った方がいいかもね。あ、でも、食べたいのがゲージ。気持ちはわかる。でもね、祭司が、祭司ちゃんがね、オッケー出るまで、先に行くよとか、解読、ちょっと、あー、どうそう、寸止め完了。どう間に合う間に合う。対戦、ありがとうございました。はい、どうも、声優の岡本信彦です。さてね、いやー、レオのここ。レオのマップね、あんまり好きじゃないんですよね、なんか。強いところは強くて弱いところは弱いっていうのがはっきりしてるマップだと思ってて。だから、特にこことかは、2個あればいけんのかな。磁石がね。1個の状態で攻められると、ちょっときついんですよね。例えばこの建物の中に入ったらだいぶ持つんですけどね。まあ、板どんどん割られていったら終わりなんですけど。ね。はぁ、あ。あ、でもみんなうまいな。え、あれ？そっちまで移動したの？あ、うまいよ。ナイスです。ね、じゃあ、やっぱ調香師はね、やっぱね、こう、なるだけ香水で戻るっていうのができたら、素晴らしいなと。ごめんなさい。すいません、俺ダメだ。ジライプしてる。さあせん。まあ、絶対こっちは来ないんだけど、でも、回復はちょっと遅くなった。さあせん。そう。3回使えたら、もう大したもんですよ。あ、これでもね、反対気絶だから絶対ダメだね。カウンター当てられたね、あれね。あれ難しいよね。読み次第だよね。読みがうまくいくかどうかっていうね。感じですか。ここはない。ないか。じゃあ、そこ行こうかな。寸止め完了、OK。これいいんじゃない？ナイスチェイス。おぉ、でもいいよ。おぉ !3 個、あ、3個終わってる。そう、残り2個。あ、これいいじゃないですか。いやー、いい。ナイスチェイス。これはね、頑張りたいね。これ、勝ち、濃厚コース。濃厚コースなんで、やっていきましょう。まあ、救助狩りだけが怖いね。うん、大丈夫かな。言われ大丈夫。おー、大丈夫でした。しかも壁にもなって、素晴らしい。ありがとう。まあね、こうなったらね、そう、呪術師で、3級の人多いんですけど、やっぱね、36の方がいいと思いますよ。あれ？こんな近かったの？36の方が、やっぱこうやって、やっぱ危機一髪って重要なんだよね。で、3級が、まあ、絶対必須なのは、さすがに心眼。必須でもないですけど、99割以上あった方がやっぱ、ね、心眼とか、カウボーイとか、だと思います。あと、マジシャンね。はい。まあ、呪術師も、まあ、ぶっちゃけね、3級でもいいんですけど、やっぱり、今回みたいに36の方がいいんですよね。見つかってないのかな。よし、行きましょう。まあ、時間ないんでね。俺が失敗したらどうしよう。あ、でも切り打たない。じゃあいけるか。おう、オッケー。ごめん。俺が遅かった。俺が遅い。ハッチの場所もよくわかんないんだよな、レオ。これはダメか、やっぱ。何かな、無理だな。ちょっと怖いんで、向こうに移動します。絶対こっち来るっしょ。絶対こっち来る。あっちにいたよね。ゲートが開いた。あ、ゲートが開いたら行こうかな。
ダメだ、無理。うわ、やっべ、ちょっと待って、これどうする？ちょ、隠れよ。見つかってない。見つかってない。耳鳴りするもんね。そうだよね、耳鳴りするよね。120秒待つか、ここでもう。20秒待つか。磁石が2個。切り切るか。刃だったら大丈夫ですよ。ノーワンだけはきつい。ちょっと、なんで行くの？え、なんで置いていくの？機械残ってたでしょ？機械で様子見してくれへんの？あ、そっか、ハッチがあると思って。いや、ハッチあっちなんだよ。無理だよ。今ね、あそこの反対。あっちなんだよね。無理だ。行こう。うわー、ダメだ。これでも、3個溜まった。ギリいけるか。ギリいけるんじゃないかな。後ろを見たら、ちょっとね、もう間に合わないかもしれないから、とにかく行こう。行こう。で、ギリギリで、来られても、磁石で、ギリギリ、ここまで来れば磁石で行けます。なんであんなとこにロボあんの？やってくれるじゃん、ギシちゃんよ。さ、というわけでどうも、岡本信彦です。なんか岡本信彦っていうのがちょっとね、飽きてきたよね。どうも、N です、みたいなね。なんかありゃいいんだけどね。それないかな。どうも、N です。パクリだもんな。パクリだもんな。無情か。小屋に来なかったってことは誰か狙ってんだかな。もうね、もう見えてるかもしれないですね。基本的には強固地が小屋にね、あのリスポーン大体するんで、あの気がちなイメージなんですよね。相変わらずうちの Wi-Fi 弱いな。なんでこんな弱いん？飛んだの？小屋は苦手かな。小屋が苦手だったんですかね。まあ占い師ちゃんならね、大丈夫でしょう。まだ袋もあるし、袋を使って、この場合はね、こう病院の中に入るっていうのはね。使ったけど大丈夫かな。病院の中には入ったね。病院の中には入ってるけど、まあ、これ、とりあえず1個終わらせて。ね、まあ、無常はね、まだこの段階ではそんな強くないんで、こっから強いんでね。球根とか超強いっすよね、マジで。あれね、僕も結構無常やるときに、球根決めれたら球場狩り結構圧倒的に楽になるんで、強いなと思います。てか、心眼ちゃん、狙われてないのすごいですね。本来、杖飛んでその場所に行って、あ、だからか。そりゃそうだ、飛ばなかった理由はただ一つですね。心眼ちゃんがいたからですね。はい。まあ、占い師ちゃんが、座らされて、ありがてえ。ありがてえ。あれ、心眼ちゃん？心眼ちゃん、そっち行く、OK。地下だったらもう最終一択っすね。時々ね、最終でも、なぜか、3級の方がいるんですよね。まあでも、これ地下から出てくれれば。なんで、最終ちゃんこっち来てくれたら嬉しいな。最終ちゃんにちょっとこっち来てもらって、で、倒れた占い師を、我が、そうっすね。待って、これ。あ、やっちゃった。あれ、これ、こっち来ちゃうかな。ごめん。あ、こっち来ちゃう。あれ？これ、右にいるよね。占い師見つかってない？もしかして。
ね、トンネル成功してんの。あ、すごいね。それすごい。まあ、大体感謝でね。ちょっとどうしようかな。寝場所分かってんだよな。痛い。痛いよ。あ、これ、そこ。そう。このね、球根されたらもう救助できなかったんで。これ、一回遅かったですね。もっと早かったらやられてた。ん？あれ？武蔵？叩かれてんのか。そっか。これ終わるかな？終わらせたいな、これ。無理だな。いるよね。いるよね。で、よし。これで、助けに行って仲直りでなんとかなるでしょう。うん。さてと、まあでもイブイシャなんてもうね、その道割れんもんなんですよ。球根は磁石で大丈夫です。これがね、あ、お、危ない危ない危ない。よいしょ。また。で、絶対最小音で。多いよね、うん、で、こっちに行きまーす。行きまーす。先に行くよ。来ないかな？大丈夫かな？そうね。いきなり来たりするんだよね。それ怖いですよね。あと、ゲート開通後の無常の、瞬間移動も強いですよね。さあ。お、もう。新ガンジャも出れたから俺も出ようかな。ここだよ。うん、対戦ありがとうございました。俺も出ようかな。またねー。